キンシャサは、今後民主共和国の首都、アフリカでも特に成長を著しいメガシティの一つで、あり、人口は、約1、325万人。2019年のシンクタンクの世界都市、ランキング、グローバル都市指標では、世界第101位の都市と評価された、キンシャサ周辺の衛星写真、中央にある円形のマレボ港を挟み、北にブラザビル、南に、 近社座があるコンゴ川下流に位置する河口都市、近郊を含む都市圏人口は2016年時点で1、138万人であり、世界第27位。サブサハラアフリカではラゴスに次いで2位。アフリカ大陸ではカイロとラゴスに次ぐ第3位である。近社座はマレボコと呼ばれるコンゴ川の川幅が広がった地域にある。マレボコより下流は リビングストン滝と呼ばれる、急流部が 350km 下流のまたりまで続いており、船舶の航行ができない。一方、近所差より上流は高原となっており、緩やかな流れがかなり上流まで続いているため、今後川は 1600km 上流の木山谷まで、上ば川は 1200km 上流の番木まで、火西川は 800km 上流の入れ棒まで、 それぞれ大型船の通年航行が可能である。そのため、コンゴ盆地各地からの物資を集散し、鉄道で海まで運ぶ、結節点として建設され、繁栄してきた。コンゴ川を挟んだ対岸には、コンゴ共和国の首都、ブラザビルが位置する。川を隔てているとはいえ、隣り合っている都市が、両方とも国家の首都というのは、世界中でここだけである。 この二つの都市で大都市圏を形成している。お互いの都市は活発な経済活動がある。球場はフランス語でレオポルドビル、オランダ語でレオポルドスタット。1966年、前年に政権を掌握したモブツセセセコにより、現在の地名に解消された。同じ地域名を国名として持つコンゴ共和国と区別するため、コンゴ民主共和国を首都近ンシャサにちなんで、 通称コンゴ・キンシャサと呼ぶことがある。コンゴ・共和国はコンゴ・ブラザビルと呼ぶ。同じ論法で正式国名になったのがギニア・ビザウである。スタンリーのレオポルド・ビル基地と港19世紀にはここにキンシャサとキンタンボという名前の二つのコンゴ人の存落があり。キンタンボは族長ヌガリエマの下で交易の中心として人口5000人を数えていたが、 ベルギー王レオポルド2世の命で探検を進めていた、スタンリーが、1881年にレオポルド山のふもとに拠点を設け、レオポルドビルと名付けた。1885年には、今後自由国領となり、政府によって内陸河川交通の要所として注目され、1898年には、またディキン車座鉄道が開通し、沿岸部との交通が整備された。これ以降、 内陸部の物資を船で集め、鉄道で海岸へと運び出す経済の要所となり、発展が始まった。1九百八年には、コンゴ自由国から、ベルギーの植民地へと移管され、九百二十六年には、コンゴ加工に近いボーマに代わって、ベルギー領、コンゴの都とされた。コンゴ自由国時代の反省から、ベルギー領コンゴでは入植者に、政治権力を持たせず、本国議会が、 集中管理を行ったためレオポルドビルは立法機能を持たなかったが政府の決定を執行する行政府は大きな力を持ち行政府の集中するレオポルドビルは急速な成長を遂げていった首都となった1926年にはすでに2万人の人口を抱えていたが1950年には人口は20万人に達していた第二次世界大戦後には 本国からの投資が急増し、農産物加工や食品、工業関係の企業によって工業化が進んでいった。これに伴いレオポルドビル市民の生活も向上し、民間企業を中心に中産階級も出現し、彼らによってリンガラ音楽などの新しい文化が生み出されていった。レオポルドビルには1959年には独立を求める暴動が起こり、 翌1960年の独立に影響を与えた。しかし独立後はすぐに今後動乱が勃発し、国内は内戦の渦に飲み込まれた。出現した中産階級も産業の壊滅とともに姿を消した。こうした中、クーデターで政権を握ったモブツは1966年、大単期して政策と名付けた文化のアフリカ化政策を実行し、 レオポルドビルは植民地化以前にあった村の一つの名前をとって、金社佐と改名された。ザイールと改名された、モブツ政権下の今後においては、政治経済は混乱を極め、多くの労働者が食を求めて、金社佐へと向かったため、この時期、金社佐の人口は急速に増大した。モブツ政権は1990年になると、欧米からの圧力によって民主化の動きを見せるが、 あくまでも実験は喪物が握り続け貧富の差は一向に解消されなかったため、1991年には軍の一部が反乱を起こし、これに市民が加わって、全市で大暴動が勃発した。その後も情勢は安定せず、ついに1997年、第一次、今後戦争において、ローランカビラ率いるコンゴザイール、解放民主勢力連合が勤者され武力侵攻し、 モブツ政権を打倒した。1998年には、カビラ政権の内紛から第二次、コンゴ戦争が起き、反政府勢力のコンゴ民主連合は、地盤の東部から兵士を空輸して、金シャサの西へと降下させ、東西からの金シャサ侵攻を狙ったものの、政府軍によって撃退された。その後、2001年に、ローランカビラが暗殺されると政権は、息子のジョゼフカビラが継いだ。 カビラは反政府勢力との和平を進め、2006年には選挙が実施されてカビラが当選したものの、この時の対立候補であった野党のジャンピエール・ベンバとの間で選挙結果をめぐって武力衝突が発生し、20人以上が死亡した。決選投票でベンバはカビラに敗れ、ベンバは開票の不正を訴えてベンバ派は激しい抗議デモを繰り返したたものの、 最高裁判所の抗議却下を受けて、数日後に結果の受け入れを表明した。しかし、翌年、2007年3月22日には、両派の死兵同士が衝突し、23日には、弁馬が亡命し、24日の朝に鎮静化するまで続いた。この衝突によって、近所差では、死者155人、重症者150人を数える3時となった。21世紀に入ると、 正常が以前に比べれば、やや安定したことを受けて、欧米や中国の鉱山会社が資源を求めて、今後への進出を図るようになった。この動きは、今後の富の集中する近所差において、富裕層の増大をもたらしたが、一方で市民の多くを占める貧困層には、何の恩恵ももたらされておらず、貧富の差はさらに拡大傾向にある、熱帯モンスーン気候に属しており、明確な浮と寒気があるが、 寒気は短い。6月から9月までの4ヶ月間は寒気でほとんど雨が降らない。一方、気温は寒気に1度から2度下がるものの、1年中を通じて最低気温20度、最高気温30度程度で一定している。寒気は気温がわずかに下がるため、現地では冬とも呼ばれている。雨季はスコールも多いが晴天も多く。一方で寒気は降雨は ほとんどないが、鈍ん点が続く。今後の国会議事堂に相当する、人民宮殿。モブツ政権時代に、中華人民共和国の援助で建設された、リメテタワーとルムンバ像金社座は姿勢を敷いているが、同時に、今後の11の州のうちの一つである、金社座は4つの地区に分けられ、その下に24の区が置かれている、金社座の町の名前は、市の中心部にある、金社区に由来するが、 今後川沿いのラゴンベックに企業が集まっており、ビジネスの中心となっている。ラゴンベックから南の金丹北へと伸びる6月30日大通りが繁華街で銀行や航空会社などが集まっている。その南のヌガリエマ区は館長街でヌガリエマ山のふもとに沿って館長が並んでいる。ヌガリエマ区は高級住宅街ともなっている。一方、その東に位置するカラムのマトンゲと ビクトワール広場は、下町の繁華街であり、多くのミュージシャンが居住する混合音楽の中心となっている。地域の総面積は9,965平方キロメートルである。近社差しは広大な面積を持っているため、市の90%は農村部や自然であり、市の生誕の10%の地域のみが都市化されている。二千十年の都市的地域の人口では四十二万人であり、 世界第30位、アフリカでは、カイロとラゴスに次ぐ、第3位である、近社社の人口は急速に増加を続けてきた。1920年1 6 0 0人だった人口は、独立直前の1959年に約40万人となり、独立後はさらに人口増のペースが上がり、平均して、年率7%の人口増加を記録することとなった。この急速な人口増に、 インフラストラクチャーの整備が追いつかず、口述するように様々な都市問題を抱え込むこととなった。人口増加が著しく、2025年に1676万人、2050年に3500万人、2075年に5842万人と、世界最大の都市となり、2100年の人口予測では8353万人を、公用語はフランス語であるが、 共通語として、リンガラ語が広く使われる。もともとこの地域は、コンゴ人の居住地域であり、言語もコンゴ語が中心であったが、人口の急増とともに、リンガラ語にとって変わられるようになった。リンガラ語は19世紀後半にコンゴ側中流域で、成立したクレオール言語であったが、リンガフランカとして流域に広まるようになり、流入者の リンガラ語が金社座及びブラザビルの言語となると、金ャサに拠点多く、マスメディアや音楽でも多用され、さらに全国から人、特に金ャサで勃興したリンガラ音楽は、今後のみならず、アフリカ全体に広がり、リンガラ語の普及に大きな役割を果たしている。フランス語圏の都市としては金ャサは、パリに次いで世界で2番目に大きな都市であり、共通語としては、 リンガラ語が使われるものの、政府や学校、新聞、上流階級やビジネスなどではフランス語が使用される。現在の人口増加が続けば、2020年頃には、金車差は人口でパリを抜いて、2012年10月、金車差では第14回のフランコフォニーサミットが開催された、金車差市の交差点の風景、信号機は設置してもすぐに破壊されるという、このため、 景観が交通整理に当たる電力供給は下流のリビングストン滝に建設されたインガダムに多くを追っているがダム自体の発電能力は十分であるにもかかわらず発電機の老朽化や送電網の不備などによって停電が日常的なものとなっているそれに伴いタイガコンゴ川のほとりにあるのにもかかわらず水道の断水なども頻繁に起こっているもと,もと モブツ時代から電力や水道などの都市インフラストラクチャーは未整備な都市であったが、モブツ政権崩壊からジョゼフカビラ政権成立までの間、政情不安と財政破綻により行政サービスが完全に停止した。1997年には当時のローランカビラ大統領に反乱を起こしたコンゴ民衆運動軍がインガダムを占拠し、 近車さえの電力供給が完全に絶たれる事件も起きた。幹線道路も一応舗装はされているものの全く補修がされておらず、目抜き通りである6月30日大通りにさえ、路面に大きな陥没が目立つような状態であった。水道の給水量は1人当たり50リットル、漏水などを開案すると30リットル程度に過ぎない。この状態を改善するため、 市内の浄水の16%を供給する、うガリエマ浄水場の改修計画を JICA が2010年により開始した。過去数度の内戦において、金車差し害は直接には甚大な被害を被ることはなかった。モブツ政権崩壊時も、市外戦などは起こっていない。しかし、内戦の続く、国内各地から避難民が金車差へと流入した結果、治安や衛生状況が極度に悪化。 2004年には、金シャサは、ヨハネスブルグやナイロビと並び、アフリカで最も危険な都市と評されるようになった。第二次、今後内戦後、市内のスラムにはギャングが拡挙するようになった。殺人や強盗、強姦などの犯罪が蔓延し、金シャサの殺人率は、人口10万人あたり112人以上にまで。戦乱や貧困によって、孤児となった者も多く、彼らは、シェゲと呼ばれる、 ストリートチルドレンの集団となって治安悪化の要因となっている。隣国コンゴ共和国の首都ブラザビルとはコンゴ川を挟んでわずか5キロメートルしか離れていない隣町であり、そのためブラザビルで大事件が勃発した場合近所差に被害が及ぶこともある。1997年には自国のモブツ政権崩壊においてはそれほどの被害がなかったのに、 同時期にブラザビルでドニサスヌゲソ前大統領派とパスカル・リスは、大統領派の間で市街戦が勃発した際には今後下半を中心に流れ玉などの被害を受けた2012年3月4日にはブラザビルで軍の武器庫が大爆発を起こし146人以上が死亡する大惨事となったがこの時近所さにおいても衝撃で窓ガラスが割れるなどの被害が相次いだ 21世紀に入り、6月30日大通りを、はじめとする金車佐市内の幹線道路は主に中国の援助によって次々と改修されている。日本もヌジリ国際空港と金車佐市内を結び、バコンゴ州とバンドンド州を結ぶ、大幹線道路の一部ともなっている長さ 4km のポワルウ通りを2009年により、ジャイカの支援によって改修している。ヌジリ国際空港金車佐には、 んどろ空港とのじり国際空港の二つの空港がある。1940年に建設されたんどろ国際空港は市街中心部に位置するが、現在は国内の短距離線にのみ使用される、近車差の玄関口である。ぬじり国際空港は市中心部より 29km 南東に位置し、国内長距離線やブリュッセルなどヨーロッパやアフリカ各地への国際線が就航している。 鉄道交通は、マタリ金所サ鉄道が、金所サと今後河口近くのマタリ港を結んでいるが、老朽化が著しい。水上交通については、今後河畔半にレビージアンゴビラと呼ばれる、長さ 7km にわたる河口があり、不団や三橋が連なる。オナトラ社など各社が運行するフェリーが、今後川水系上流に位置するキサ山ガニや、イレボなど、国内各地を結んでいるほか、 中央アフリカの首都バンギにも国際航路が就航している。コンゴ川の対岸にあり4キロメートル離れたコンゴ共和国の首都ブラザビルとの間もフェリーが多数往来している。市内交通においてはいくつかのバス路線があるものの輸送のほとんどは個人によるミニバスが中心となる。金車座大学金車座の教育は公用語であるフランス語によって行われている。キンシャサ大学は 今後民主共和国で最も古く大きな大学で、ベルギールを、今後時代の1954年に、ロバニウム大学として創立された。ロバニウム大学は、創始国ベルギーのルーベンカトリック大学と提携して、設立された。その後、1971年8月に、ロバニウム大学は、1962年に、創立されたキサンガニのプロテスタント自治、コンゴ大学及び、 1956年に設立されたルブンバ市シのコンゴ大学と合併してザイール国立大学金ャサキャンパスとなったが1981年には再び参考に分離し金ャサ大学と改名して現在に至っているこの他にもコンゴプロテスタント大学や国立教育大学などが金ャサにある金ャサはアフリカにおける音楽の一中心地であり 特に1970年代にこの地で生まれたリンガラ音楽と呼ばれる音楽は今後のみならずアフリカ中に広まった。近社社におけるポピュラー音楽の系譜は1930年代から1940年代にかけてキューバからルンバが伝わったことに始まる。これを起源として当時のレオポルドビルではスークースと呼ばれる新しい音楽が起こった。 その後1950年代にはアメリカからジャズも伝わり、ルンバを基本として近車さに集まったミュージシャンたちが新たなポピュラー音楽を作り上げていった。フランソワルアンボ・マキアディやグランカレといった音楽家が出現し、レオポルドビルに次々と設立されたレコード会社によってブラックアフリカ全土へと音楽が広がっていった。1969年にはパパ・ウェンバが中心と、 なってとなって、在庫ランガランガが結成され、以後の金書さ音楽は完全に独立した新しいものとなり、ルンバロックやリンガラポップスと呼ばれる新しいジャンルとなっていった。カラムクのマトンゲ地区とビクトワール広場付近には多くのミュージシャンが集まり、音楽の中心となっていった。スタッドでマルティールサッカーは、金書さで最も人気のあるスポーツの一つであり、 いくつかのサッカークラブがある。2012年現在、今後民主共和国のトップディビジョンである。リナフットには、エースビタクルブ、DC モテマペンベの2チームが所属している。この2チームは共に12回の優勝経験を持ち、リナフットで最も多く優勝したチームである。近社シャサの現在のメインスタジアムは、リンガラクにある、スタッドデマルティールである。このスタジアムは8万人を収容し、 世界でも19番目に大きなスタジアムである。このスタジアムはザイール時代に中国の援助で1988年に建設が開始され、総工費散800万ドルをかけて1994年9月14日にオープンした。この時の名前はカマニョラ・スタジアムであったが、1997年にモブツ政権が崩壊するとカビラ政権によって、 現在の名称に解消された。これ以前は、スタッドタタラファイルがメインスタジアムであった。このスタジアムでは、1974年10月30日に、モハメドアリとジョージ・フォアマンの試合が行われている。金シャサの奇跡、編集詳細は、金シャサの奇跡を参照1974年10月30日、モハメドアリがこの地で、ジョージ・フォアマンに8ラウンド小勝利し、 ボクシング世界ヘビー級王者のタイトルを奪還した。下馬評を覆したこの逆転劇は、金車座の奇跡と呼ばれ、ボクシング史上屈指の名勝負として語り継がれる。この試合はアメリカへの衛星中継に合わせたため、現地でのゴングは深夜3時頃ろだった。ありがとうございます。